こんにちは。今日はお暑い中、本当にたくさんお越しいただき、本当にありがとうございます。今日は任天堂 3DS カンファレンスということで、岩田より3DS の今後についてお話をさせていただくんですけれども、その前に少し時間をいただいて、私からゼルダの伝説についてお話ししたいと思います。このスカイウォードソードはどうなんだというと、なんていうんですか、すごいです。僕が言うのもおかしいですけど、本当になんかすごいとしか言いようがないので、疑ってるでしょ。ちょっと説明をしたいと思います。このゲームはまあ剣を振るゲームです。剣を振る方向と、それから縦の操作、向きを考えて振る、突き、縦を構えてタイミングよく弾く、防ぐ、こういうゲームなんですね。でそれからスカイウォードソードですから、天にかざして天空のスカイウォードというパワーを集めます。これは実際はウィーリモコンプラスモーションプラスとヌンチャクを使うんですね。じゃあこれ持ち替えます。これを使うわけなんですけど、どうしても体がこう自然に動いてしまいます。だから実際にこう遊んでるイメージで遊んでみてください。両手を使って横に回転切り、縦にとどめ、でモーションプラスを使ってアイテムの選択も便利になりましたから、戦いながらリアルタイムで切り替えて使う。で爆弾は転がす、投げる、こう本物をイメージして遊んでみてください。さて、ゼルダといえば私の作るゲームの中では壮大なストーリーを持つゲームなので、どうしても大きくなってしまいます。今回は総勢100名を超えるスタッフ、そして5年間私のプレイ時間は多分数百時間になるんじゃないかという過去最大の制作規模になりました。でその結果、内容の濃密さと多彩さも本当超ド級です。それでは具体的にね、映像を見ながらご説明したいと思います。これ今度のゼルダですね。天空の島をベースに物語が始まっていきます。地上におるんですが、剣をリモコンで振るようになったことで A ボタンが開きました。これでリモコンと A ボタンで非常にスムーズなつながりのアクションができます。リモコンを振ってロープを渡り、 A でダッシュし駆け上り、綱渡りはリモコンでバランスを取る。剣は切りたい方向に切ります。蜘蛛の巣も好きな方向を切ります。敵には Z 注目をして切り落とす。泳ぐとき水中ではリモコンを傾けた方向に進む、向けた方向に進むんですね。敵はダッシュで駆け上がり、これは後ろから切りつける。木の盾を持ってますね。木の盾は切りたい方向に切り刻めます。当然敵もガードをしてきます。剣でガードをしていない方向から切る。これは口が縦ですね、横、これ右が空いてますね。ダッシュで駆け上がって敵を先から落とす。ちょっと新しいボスキャラクター、今回の目玉ギダヒムと言います。こう剣の使い手なんですけども、強いです。私も随分とこれ懲らしめられました。でスカイウォードソードで字を書いたり、それから天空のパワーを集めて謎を解いたりしてゲームは進みます。フックショットなんですけども、連続にフックショットを使うのがすごく快適になりました。直感的なので本当迷うこともないです。これ新しいアイテム、魔法の壺ですね。砂を吹き飛ばしたり敵を吹き飛ばしたり、新しい謎解きです。こういう狙うポインターのように使う、狙うアイテムもすごく使いやすくなりました。弓はポインターのように狙い、左手で引くと素早く打てる、より弓足使えます。これはビートルという虫です。本当は虫型ロボットなんですけど、偵察に使ったり攻撃をしたり、このゲームではいろんな新しい遊びのパターンを織り交ぜて、ダンジョンがいくつとかいうような構造ではないんですね。より進化した作りになったと思います。これはサイレンというゲームの仕組みなんですけども、リンクは武器を持たずに走り回るだけで心の試練を受けるという遊びです。虫取り網もありますね。並行して進むサブイベントとミニゲームもふんだんにあります。
薬屋に持っていくとね、取った虫でアイテムのパワーアップをしてくれます。これいろんな材料を集めてアイテムのパワーアップをするというのも今度の大事な要素です。これはテリーのお店ですね。テリーは今度は船じゃなくて飛行船でやってきます。これはポインターを使ってダウジングっていう遊びなんですけども、これはゼルダの後を追いかけたりアイテムの場所を探したりして進んでいきます。もちろんゼルダの遊びの柱、さまざまな謎解きも健在です。さあこれで空の世界に戻りましょう。空の世界ではロフトバードというのに乗ります。リンクは赤い特別なロフトバードで冒険をしていくんですね。もう25年間培われたゼルダのさまざまなルールとアイデア、その濃密さは本当に息を使う暇も与えないと思います。さらにこう100分にも及ぶデモシーンがあるんですけれども、今日はねデモシーンはこう少しにして、どちらかというとプレイシーンを中心に見ていただきました。これプレイしてるんですよ。さあ、ね、総プレイ時間はどうなんでしょうね。50時間、100時間とも言えるかもわかりません。さらに遊び終わった後にはボス専用バトルとか、オカリナ 3D で作ったヒントムービーシステムによって初心者へのガイドも十分に準備しています。チュッシュチャッチャッチャッバチャッジャキッっていう感じですね。こういう感じで、遊び終わるんですけども、さて遊び終わって心に残るものは何か。同じ地形を何度も使って遊びますから、遊んだ結果生まれる記憶に残るその世界観、それから体に実際に残るプレイ体験でした。もうボタンでこう剣を振るっていうのは考えられなくなったんですね。体が覚えてしまったような気がします。新しい体験、インタラクティブの新ジャンルができたんじゃないかと僕は感じてます。スカイウォードソード、ぜひとも皆さん冒険を楽しんでみてください。今日はありがとうございました。